怖いアザラシ。今日はヒョウアザラシのお話だよ。アザラシっていうとどんなイメージがあるかな？水族館のショーなんかに出てる可愛いイメージかな？でもこのヒョウアザラシはそんなイメージとは正反対の危険なアザラシ。体の大きさは3メートル。頑丈な顎には鋭くて長い歯が並んでいる。魚やオキアミなんかを食べるんだけど、餌の少なくなる時期にはペンギンや他のアザラシの子供を狙って食べたりもするんだ。獲物を待ち伏せて捕らえた獲物を水面で激しく振り回してそのまま食べちゃう。怖いよね。今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。